あのさっきまで、あの横になってたんで縦になってきました。いや斜めだろおい縦か、そうですね縦でしたね。縦でしたよ。伝説の方です。お願いします。今日はね、腹割って喋りてぇなと思って。あー腹割りましょうよ、うん、じゃあ腹割って喋ってお互いの仲深めてこうじゃないかっていうことでございます。じゃあ、僕は今日腹をね7つぐらい言わろうかなと思いますわ。おいいじゃん。じゃあ7と言わず8、9、10割ってこい。7でいいわ。おい7が相場だろ。腹割る。じゃあ俺ここが腹割ってっからな。大丈夫。まあ俺ずっと前から何すか言いたかったことあるんだ。はいはいはい。5時のチャイム鳴って、うん、まあ、あの太陽の方向向いてずっと静止すんのやめろ。あれ気持ち悪いから。お、いや、あんなやってんのお前だけだからな、やめなさい。みんなやってるわ。みんなやってるよ、夕方5時に太陽向くわ。みんなやってんの5時ってそういう時間だから。え、向かないと自分も。俺だけやってなかった。そうだ、明日から向きなさいよ、太陽の方。めっちゃ難しい。でも俺これでもう腹割ったってか、もう言うことないんだけど。もうないの？これもう以上。以上？だお前来い。あ、じゃあ言わせてもらいますわ。うん、僕ね、今から腹7つ割りますわ、じゃあ。うん、あんたね、うん、髪多いんだよ。髪多い。髪多すぎでしょ。この髪のね、量、不良の量ですよ、毛量が。不良とかって言われたら俺もさすがにちょっと減らさなきゃいけないわな。そう、減らした方がいいっすね。ああ、やっぱ俺じゃあマンホールから頭突っ込んでこう、バイク通るの待ってるわ。で、髪の毛減らす。ああ、いいっすね。ああ、それやった方がいいっすよ。ああ、これでまあ、お互いな、まあ、不満ぶつけ合ったっていうことで、まあね、これで仲深め合ったんでね。腹7つぐらい割れたんじゃないでしょうかね。ああ、ああ、まあ、これからもよろしくってことでね、ちょっと握手でもしましょうか、じゃあ。いや、俺はお前の頭をバチコン行かしてもらいます。おぉ、それは困るなまあ、そんなんしたらね、腹じゃなくて頭が折れてしまうんですね。お、山田君、甘いパン買ってきて